ネバーセイネバー考えるキックボクシングを推奨する TKX チャンネルです。よろしくお願いします。はい。ということで、今日はですね、昨日のね、ジムのクラスのね、練習風景を少しお届けしたいと思います。で、やったことは、まあ、実践練習の手前ですからね。今回はですね、相手の単発の攻撃に対して、返すということですね。ジャブに対して、右ロー、もしくは左ローを返す方法。そして、相手の右の単発のローキック、左のインローの単発のローキックに対して返す。で、ミドルに対してブロックして返す。ということをね、やってきました。要するに相手のね、単発の、パンチとローと、ミドルに関して、すぐね、返せるような、練習をしてみました。まあ、これは全部ね、反復練習なので、覚えるっていうよりも、何回もね、それを形にして、ね、そうなったらすぐね、勝手に体が動くようなね、感じになるまで練習できるとすごいと思いますんで、もしね、よければこれ参考にしてください。はい、それではご覧ください。反復しっかりできるように。始め。距離、軸足の踏み込みの距離、動作近い、軸足踏み込み考えないと、距離離れないとダメだよ。で、もう一回、ジャブ来たらそれ返すだけだよ、簡単だよ。慣れるね、でも慣れる、同じことやりだけだから、来たら左踏み込む、お父さん左踏み込むは意味ない。もう一回行こう、もう一回カットして左に踏み込む、距離感ね、カットした距離、カットしてから左に行かないんだね。その場で戻したね。カットしたから左に行かないんだね。そこでジャブなんだね。横ね。インのカットしっかりよ。インのカットできてないぞ、インのカット。もっと内側に固定やらないとダメ。膝だぞ。結構膝だぞ。もっと内側にいる、もっと内側にいる。膝当ててる。もう少し。そう。OK、もう一回。カットをしっかりできないと、そこ意味ない。言葉もしっかり、膝もっと内側に入れる。ダメ。間違ってみるから、しっかり、内側、外側しっかり意識してね。
そうカットしっかり、後藤さんもカットしっかりもらってるよ。そう膝だよ、膝ぶつけていくんだよ。膝をぶつけるイメージしないとダメだよ、カット。オッケー、じゃあ休憩。いや、そうそう、ま、間違えてもいいし、反応できなくてもいいから。そう。そう、まずはそう、カットだったらカットができてからだ。その後ゆっくりでもいいから、必ずやる。ジャブかローかインローである、後藤さん。一発。練習なんないよ。ちゃんと聞かないと話しかないと。練習なんないよ。カットしてパンチしてミドルまでちゃんとやって。意味ないんだって、だから。いつまでもできなくなって。覚えないとここで失敗はいいけどできてないのと違うかな。で交代もったいないから絶対。サイド回ることらしっかりステップしろ。ジャブ。そうそう、いやいや間違えてもそうのがいい、そうのしょうがないからいいんだよ。やんないのと間違いの違うかな。で、もう一回。交代。うん。そう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 。そうそうそう。さっきの。ブロックの後左しっかりステップインしたらしっかりもっとステップインしよう。前前に行かないで避けてんだから大丈夫だから前行けって。もうちょっとちょっと正面ぐらい、そうそうそう、その辺まで行かないで避けてるから大丈夫だから。そうオッケー、よいしょ。はい、ということで冒頭でもね、言いましたけども、まあ、何回も、まあ、練習して反復して、まあ、体がね勝手に、反応するような、ね、形にするのがまずはね一番いいと思いますんで、どういう風な受け返しをすればいいかわからない時はね、ぜひねこれを参考にして、練習してください。それではねまた次回お会いしましょう。さよなら。